こんにちは、主食はお米です。今回は、ドラポ忘年会でいただいた、SS チケットを5枚回したいと、思います。私がいただいた SS チケットは、ちょうど、クリスマスイブの晩でした。これを、クリスマスに回せば、いいことがあるのではと、勝手に思い回してみました。やはり SS チケットは、水一択でしょ。それでは1回目です。来たー。マサオこと、牛若丸です。2枚目ですが、これで、コロシアムもさらに楽しめます。さすが、クリスマスプレゼントですね。1回目から当たりを引いたので、さらに期待が膨らみます。それでは2回目の SS チケットを、回します。がっくし。世の中、そんな甘くなかった。ガーディアンですね。そんなに欲しくないカードです。涙を拭いて、3回目行きたいと思います。コスト37の聖杯の、ランスロです。いやー、正直期待して回しましたが、まさかコスト37が出るとは。さすが、クリスマスですね。サンタに祝福されてる感じです。この勢いで、4回目行きたいと思います。おう。ハズレ、ではないんですが。ファム、タウスです。結構使えるとは思いますが。前に、2枚あたりカードを、引いてるので、目を取りします。気を取り直して、最後の5回目です。ドキドキ。来たー、来ちゃったよー。コスト37カード、海竜騎士、シェラです。まさか、ここでこんなカードが出るとは、興奮しました。クリスマスに感謝、うちは、仏教だけどね。ご視聴、ありがとうございました。